いらっしゃいませ、スナックみゆめへようこそ。ここは超ポジティブ人間みゆめママと毒舌バーテンダーニーナが働くネット弁慶のオアシス、スナックみゆめ。本日も開店です。さあ本日もお悩み解決していきましょう。本日はちょっとね、ゆしき事態でございますよ。ん、ちょ、なんて言うんだろう、ゆゆしき事態でございます。ちょっと多分使い方間違ってる。じゃあペンネームマローさんからお悩みでございます。私は踊ってみたグループが好きなのですが、そのファンの方々が少々苦手です。私はツイッターを利用してファンの方とつながっているのですが、もちろん仲良くさせていただいている人もいます。しかしカラリプで自分と思わせるような嫌なことを書いていてとても怖いです。このような方は気にしないのが一番と分かっているのですが、何かいい方法はないでしょうか、というお悩みでございます。結構でもあれよね、なんか多いよね、ファン同士で揉めるみたいな話はよくね、よく目にするというか聞くというか、小耳に挟むというか、うん、なんか何かかしら全部文句につなげてくる人もいるだろうから、ね、リップ送りすぎとかしよう、あ、そう絶対迷惑だと思われてるからみたいなやつ、そう、決めつけてね。そうでもなんかそういうなんか悪口とかね、うん、何もしてないんだったらそういう人たちとは早く離れた方がいいんじゃないかしら、うん、一緒にいる必要はないかもね、うん、例えばよ、こう同じものが好き同士のいろんなファンの人たちがいるわけじゃない、うん、いるね。でその中であそこのグループの誰々が嫌いだからライブ行きたくなくなったとか、あ、もう何のこっちゃ分かんないよね悲しい。なんでじゃあライブに行き始めた、そのまずの元があるはずなのに、うん、それをこう乗り越えられないほど嫌になることをしてる人が中にはいるってことだから、むしろそういうことをしてる人は私はファンとは言えないんじゃないかなって思っちゃう。確かにね、うん、だって活動の邪魔じゃない、そんなバスッと切るとね、うん、大元言うとそういうことだよね。そうよ、だってね、それでじゃあちょっと興味持ってくれてた人たちが、うん、そのアーティストさん自体を好きじゃなくなっちゃったりするきっかけを作ったのであれば、うん、それはもうそう楽しんでもらいたいっていう気持ちでね、ステージ立ってるから一緒に楽しんでもらえるのが一番いいんだけどね。そう、楽しい空間を共有できればそれでいいじゃん。ただから注意とかは促しますよ、うん、そうね。だからそれをやらないとはいけないなと思うの。それでライブ中に何かトラブル、なんかよく聞くのがさ、ヒール、そう、ピンヒール、ハイヒール履いちゃうよね。それね、好きな人に会いに行くんだもん、足細く長く見える靴を選びたくもなりますよ、うん、でもだけどね、ステージからじゃ分かんないからね足の長さは特に、うん、実際握手してこうするような場だったとしても、うん、足は見えないどっちかっていうとこっから上気にした方がいいかもね、うん、だから周りに思いやりを持って応援できる、うん、それがファンの鏡である。うん、みんなで楽しいライブを作っていきましょう。バイ高すかひざのさがわれてでもどこぶつけたのかやばすぎ、気をつけて。目的を見失うなよ、見極めろ。スナックビューメでは皆様のお悩みや何かを募集しておりますメールアドレスは snc.mewme@gmail.com まで、皆様のアボお待ちしております。本日も来週ありがとうございました。見極めろカメラ目線じゃないかもYouTube チャンネルをご覧の皆さん、右下のチャンネル登録ボタンからお気に入り登録をよろしくお願いします。バイ